ハイドン公共局第92ワンド超長方冒険 I-92 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1789年に完成させた公共局オックスフォード公共局の愛称で知られる古くはハイドンの公共局の旧来の分類方法にちなんで球時とも呼ばれていたオックスフォード大学ブレイズノース高校の公共局がオックスフォードと呼ばれるのは 1791年にオックスフォード大学における名誉博士号の授与式でハイドンがこれを指揮したと伝えられているためであるがこの愛称はちょっとした呼び間違いである。というのも本作は本当はそれ以前のパリ初演のために作曲されかつてパリ公共局を移植した道義伯爵に検定されているからである。ハイドンは 最初のロンドン入りの直後に学位を授与されているが、その時ハイドンはまだ後にイングランドのために書き上げることになるロンドン公共局には手をつけていなかった。だから学位授与式には最近完成した公共局を携えていったというわけである。オックスフォード大学におけるハイドンの出演は彼の50代後半以降における国際的な成功の象徴であった。 ハイドンの名誉博士号の授与を提案し決定したのは、この大学で音楽博士号を取得したチャールズ・バーニー博士であった。ハイドンのロンドンからの到着が遅れたため、リハーサルの時間がなかったことから、彼はオックスフォードの演奏者がすでになじんだ公共曲を演奏することになった。しかし、式典の後の演奏会のために実際にどの公共曲が選ばれたのか、本当はわかっていない。 実際は、ハイドンは学位を受けるために、オックスフォードで3つの演奏会を指揮することを求められていた。リハーサルは2日目の朝に設定され、その夜には、オックスフォードとして知られている、この公共曲が演奏され、それ以前に行われたロンドンでのザロモン主催の演奏会と同様に好評を持って迎えられた。フルート一、オーボエファゴット二、フルントランペット二、ティンパニ二。 弦楽五部。標準的な四楽章性をとり、作品は、全般的にハイドンならではの素朴な、温かさと、おおらかなユーモアに満たされている。それでいて、転調やリズムの相違も明らかである。安定性と不安定性を強く対象させる、ことによって、各部が区別される、そなた形式である。ゆったりとした前奏は主張である、と蝶調に始まり、平行単調に、 さらに続調に転調する。第一主題は主張であるが続7の和音で始まる。これは当時の公共曲としては非常に珍しいがハイドンのユニークな作曲技法の一面を見せている。後の部分にもこの第一主題の動機がしばしば反復されているためこの公共曲は単一主題であるとも言われる。第一主題の後で転調し続調となる。第二主題は 前奏の動機から始まるが、続調で演奏される。第2主題の提示前に、単調の部分が入る。提示部は最後まで続調で通される。展開部では、提示部の主題が、展開され装飾される。また、給付や沈黙と同じくらい、変形したり脱線したりする部分が入っている。こうした、展開技法は全てハイドンの特徴と言えるものである。その上、 古い形の対位法が駆使され、公共局の形式美を高めている。ゆったりとした過局的な三部形式である。しかし、激しい単調の中間部が加わっていることには、ハイドンの非凡さが見られる。ABA 形式の複合三部形式による、メヌエットとトリオである。メヌエットとトリオは共に二部形式でそれぞれが繰り返される。一般的にメヌエットは四つの学説からなるのに対し、 このメヌエットはより面白くするために6つの学説から構成され、シンコペーションや全球詞も含まれる。こうした特徴はハイドンの時代にはとても珍しかったため楽しめたものと思われる。そなた形式で書かれているが緊張感と緩みを伝え、最後のクライマックスを築くために第一学章より早く短くなっている。ありがとうございます。